正直がっかりだったのよね。現場作業員とはいえ、もう少しお給料がいいと思ったのに、全然だった。貧乏臭くて、もう一緒にいられないわ。それに引き換え、弟くんは優秀でお金持ち。そう言うと、俺に見せつけるように、弟の腕に手を添える元カノのしおり。現場作業員の俺より、優秀な弟の方がいいと、しおりは俺をあっけなく振った。そして、弟も俺を見下してくる。兄さんは高卒だし、一生肉体労働だよ。哀れだよな。あんたみたいな貧乏どかたなんて別れて正解。俺が唇を噛みしめたその時、上品な身なりの女性がやってくる。彼女は呆れた様子でしおりと弟に言い放った。あなたたち、見る目がないのね。彼を誰だと思ってるの？そして彼女は衝撃の事実を明かし、二人は足元から崩れ落ちるのだった。俺は水島海人。今は現場作業員として、日々建築のために働いている。給料は決して高くはなく、土方と言って馬鹿にされることもある。それでも、俺はこの仕事が好きで、天職だと思って働いている。というのも、俺は現場作業員として、働いていた父さんに憧れていたのだ。父さんは家を建てるたび、俺や弟を連れて行って見せてくれた。そして、建てたという家を、俺はいつも目を輝かせて見ていた。そんな日々がきっかけで、俺は現場作業員になりたいという夢を持ち、そのために頭が悪いなりに色々と勉強して、就職先を探した。その末に、やっと俺は夢を叶えて、現場作業員として働いているのだ。立派に働いている姿を父さんにも見せたかったけれど、父さんは、俺が高校生の時に、病気で亡くなってしまった。父さんが亡くなった時、なんだか目標がなくなったみたいで、現場作業員を目指すのはやめようかと思った。けれど、やっぱり父への憧れは捨てられなかった。それで俺は、高校を卒業したらすぐに現場作業員として就職したんだ。水島、こっち頼んだぞ。はい、任せてください。現場の先輩に声をかけられて、俺は返事をする。高校を卒業してすぐに就職したから、現場作業員としての経験はすでに7年くらいある。だから、すでに様々な作業を信頼を持って任されている。兄さん、随分と汗だくじゃないか。不意に声をかけられて、俺は振り返る。立っていたのは、スーツ姿の青年。俺の弟の、水島優斗だった。優斗、なんだ、様子を見に来たのか？兄さんが必死に肉体労働をしてるところを笑いに来たんだよ。はは、相変わらずだな。でも、俺は頭を使うより、こういう仕事の方が似合ってるんだ。ゆうとも父さんが建てた家が好きだったらしく、建築の会社に就職することを選んだ。もっとも、ゆうとは俺よりずっと優秀で、有名な大学の建築学科を卒業し、一級建築士という難易度の高い国家資格まで取得している。なぜ、数ある建築会社の中から、俺のいるこの会社を選んで就職したのかはわからない。ただ、いつか優斗は巨大なショッピングセンターや学校の設計をするかもしれない。そう考えると、俺は兄として誇らしいし、その時はぜひ作業に携わりたいと思う。兄さんが俺に頼むなら、兄さんも本社で働けるように口を聞いてやってもいいけど、そんなにお前、偉くなったのか？すごいな。でも、俺はやっぱり現場でいいよ。そう言って笑ってみせると、優斗は眉を潜めた。俺は、何かおかしなことを言っただろうか。ふん、父さんも兄さんも、現場で泥まみれになって働くのがお似合いだ。じゃあ、俺は失礼するよ。おい、ちょっと。
俺のことは構わないが、父さんまで馬鹿にするのは違うんじゃないか？俺のことは構わないが、父さんまで馬鹿にするのは違うんじゃないか？そう思ったけど、俺はうまく言い出せなかった。ユウトの方がずっと優秀だから、俺が何を言っても正論で言い返されて、勝てない気がしたのだ。週末、俺は地区のクラブメンバーとフットサルを楽しんでいた。俺は体を動かすのが好きで、休みだからといって家でゴロゴロと過ごすのは性に合わなかったのだ。だから週末は地区のクラブ活動に参加している。相手チームをドリブルで抜いてゴール前へ踊り出る。そして思い切りボールを蹴って、俺はシュートを決める。ボールはキーパーの脇を抜けてネットへと突き刺さった。よし、ナイス、カイト。ハイタッチしてチームメイトと喜ぶ。やはりゴールを決めた瞬間は心地いい。それと同時に、この喜びの瞬間を、しおりにも一度くらいは見せたいと思う。しおりは、俺の彼女で、週末はよく一緒に出かけていた。しおりにも、俺がフットサルをしている姿を見せたい。ゴールを決めた時の喜びを共有したい。そう思って何度かクラブ活動に誘ったのだが、しおりは一度も来てくれたことがなかった。しおりと出会ったのは合コンだった。みんなそれぞれ夜の街に消えていき、残ったのが俺としおりだったのだ。しおりと付き合い始めてから気づいたことだが、しおりは俺のことにあまり興味がないようだった。しおりに告白された時、一度も彼女がいた経験のなかった俺は、もう機会がないかもしれないと思って付き合い始めた。けれど、しおりとの交際は、俺が想像していたものとは少し違っていた。欲しいブランドの服をねだられたり、少し高いフレンチの店に行きたいと言われたり、無理をして服を買ってやったこともあるが、一方で、俺の好きなスポーツや建築の話は少しも聞いてくれない。父さんに憧れて現場作業員をしていると話したことがあるが、全く興味がなさそうだったし、俺の誕生日にはおめでとうすら言ってくれなかった。最初は一緒に過ごすうちにしおりのことを知って好きになれるかもしれないと思っていた。けれど、その予想は外れだったようだ。だから俺は、どこかでタイミングを見つけて別れ話を切り出そうと考えていた。現場作業員の仕事を終えて家に帰る途中、俺は町の道端でしおりと弟のゆうとが一緒に歩いているのを見つけた。あの二人知り合いだったのか？俺は一応しおりのことを彼女としてゆうとに紹介しているけれど、数回一緒に食事をしたくらいで、二人だけで出かけるような仲には思えない。しおりの性格を考えると、なんだか嫌な予感がする。俺は近くの植え込みに隠れ、聞き耳を立ててみた。正直がっかりだったのよね。現場作業員とはいえ、もう少しお給料がいいと思ったのに、全然だった。カイトよりはユートと一緒の方が幸せに暮らせそう。その通りだよ。兄さんは高卒だし、俺みたいに本社で働くのは絶対に無理だろうね。弟の俺の下で働くことになるなんて哀れだよな。そう言って、二人揃って俺のことを馬鹿にしているのが耳に入ってくる。二人は本当は、俺に対してそんなことを思っていたのか。ショックを受けた俺は、持っていたカバンを落としてしまった。その物音で二人が振り返る。兄さんじゃないか。聞いてたのか？あら、カイトじゃない。二人はちょうどよかったとばかりに俺の方を見る。二人はもう本心を隠すつもりはないようで、俺を見てバカにしたように笑っている。聞いていたなら説明はいらないな。そういうことだ、兄さん。安い給料で下働きしてる兄さんみたいな土方よりは、本社で働いてる俺みたいなエリートをしおりは選ぶってさ。
せっかく私が選んであげたのに、努力が足りなかったわね。もっと服やアクセサリーを買ってくれたら、考えてあげたのに。もっと稼げるようになったら、教えてちょうだい。それじゃあね。そう言って、楽しそうに会話をしながら、二人は言ってしまった。俺はユウトのことを弟として大事に思っていたし、しおりにだって、一応一年くらい付き合って、共に過ごしていた分の情がある。そんな二人に、同時にひどい言葉を投げつけられたことがショックで、俺はしばらく立ち尽くしていた。しおりとは、もともと別れるつもりだった。けれど、その区切りが弟に奪われるという最悪の形になるなんて、思わなかった。俺はしばらく立ち尽くした後、深くため息をついて、カバンを拾い上げ、とぼとぼと帰り道を歩いた。あれから数日が経って、週末のクラブ活動に参加する。時間が経ったけれど、気持ちは晴れなくて、俺はずっともやもやとした気持ちを抱えていた。しおり、ゆうと、どうしてだよ。しおりはもともと、性格より金銭を重視するやつだった。だから多少は諦めもつくが、ゆうとまでどうしてこんなひどいことをするのだろう。しおりが俺の彼女だと、ゆうとは確実に知っていたはずだ。二人がどうしてそんなことをするのか、納得のできる答えが見つからなくて、俺はフットサルに集中できない。俺はドリブルで相手を抜けて、ゴールへシュートする。その時、軸足に力が入りすぎてしまった。えっ！ボールはゴールへと入ったが、足に痛みが走って、俺は思わずしゃがんでしまう。俺の様子を心配したチームメイトたちが走ってきた。大丈夫か、カイト。大丈夫、じゃないかも。そうだな。休んどいた方がいいぜ。おい、誰か代わりに入れないか？そう言って、友人は練習中のクラブメンバーから代わりを探し始める。俺は痛めた足に負荷をかけないようにかばいながら、体育館の隅へと移動した。隅に座り込んで、俺はため息を吐く。しおりとゆうとには裏切られるし、足も痛めるし、散々だ。大丈夫ですか？突然声をかけられる。振り返ると、そこには女の人が立っていた。全く知らない人だが、見た目が整っていて、しかも優しい人だと声でわかった。まさか、こんな綺麗な人に声をかけられるなんて思っていなくて、俺はドキリとしてしまった。すみません、大丈夫です。でも、結構派手にひねったように見えましたよ。見せてくれますか？湿布なら持ってます。湿布持ってるんですか？そんな変な目で見ないでください。いつも持ち歩いてるわけじゃないですよ。たまたま薬局で買い足した帰りなんです。なるほど。とりあえず、まずは冷やしますね。足を貸してください。はい。ちょっと悪いことを言ってしまったかもしれない。なんで俺、こんなこと聞いちゃったんだろう。なんだか情けなくなってしまって、俺の言葉は尻すぼみになる。クラブの保冷剤を、女の人は借りて持ってきてくれる。あなたは？私ですか？はい。今まで活動中に見たことがなかったので、緊張してうまく喋れない。たどたどしくなってしまったが、変な人だと思われていないことを願う。私もフットサルが好きで、ここのクラブ活動がずっと気になっていたんです。それで見学に来てもいいですかって、運営の方に連絡を入れて来ちゃいました。そうなんですね。あなたの活躍見てましたよ。要所での判断力が高いなって思いました。あと、今シュートを決めるべきだっていう決断力も、ミスがあっても全然攻めずに励ましてるし、作戦も提案したり、逆にメンバーの提案を採用したりしてるし、このチームにとってあなたはとても重要な存在なんだろうって思いました。ははは、そこまで褒められたのなんて初めてで、俺は照れくさくなって笑うことしかできなくなる。本当に俺、初めて会う女の人の前なのに、なんでこんなに情けないんだろう。
やがて女の人がアイシングを終え、湿布を貼ってくれる。これで大丈夫。無理な運動は控えて、今日はゆっくり休んでください。ありがとうございます。こんな綺麗な人に優しくしてもらえるなんて、もう一生分の運を使い果たしたかもしれない。となると、明日からはまた、ゆうとやしおりに、あざ笑われる日々が始まるわけだが、それを思うと、せっかく優しくしてもらったのに、憂鬱な気持ちになって、俺はため息を吐いた。何か、他に気になることがありますか？気になることは山のようにある。けれど、それを見ず知らずの女性に話すというのも、いかがなものだろう。どうするべきかという迷いが表情に出ていたのかもしれない。女の人が言う。暗い顔ですね。よかったら話聞きますよ。この後どこか食事でもどうですか？俺は彼女と食事に行くことになった。とは言っても、俺はそれほど給料が高いわけではないので、行ったのはそのあたりのファミレスだ。こんな場所で申し訳ないと思ったが、その女性はファミレスでも全くがっかりした様子を見せず、ハンバーグが好きですと言って、ウキウキとしていた。互いの食事を注文して、それから女性と俺は話す。そこから、俺たちの話は思わぬ方向に転がっていく。カイト君って、もしかして、昔公園でよくサッカーしてた？え？ああ、知ってるんですか？私、あやねって言うんだけど、覚えてない？あやねさん。そこで俺は思い出した。公園で俺が友達とサッカーやバスケをしていた時に、その様子を見ている女の子がいたのだ。もしかすると、一緒に遊びたいのかと思い、その子を俺は遊びに誘った。その女の子の名前が、あやねだったのだ。いじめっ子相手に喧嘩を挑んで、泣かせてたあやね？もう、そんな昔のこと恥ずかしい。あの時は私もやんちゃだったのよ。まあ、今もよく言われるけど。正義感が強く、おもちゃを取られたという友達の話を聞くと、取り返しに乗り込んでいたのだ。喧嘩両成敗で、親にはよく怒られていたのだが、あやねはそれくらい気が強くて、曲がったことの嫌いな素直な子だった。でも、あやねって途中から公園に来なくなったよな。どうしてだ？いろいろあってね。お父さんが引っ越しを決めちゃったから、私もついていかないといけなくなったの。そっか、それは仕方ないな。同じ学校に通っていれば、引っ越しすることもわかっただろう。けど、公園で会った時に遊ぶくらいの仲だったから、引っ越しのことを知らされていないのも仕方ない。彼女がよく遊んでいたあやねだとわかると、俺はついつい荒れていた理由を口にしてしまった。しおりとゆうとに二人して裏切られたことがショックだったのだと。別れ話をする手間が省けるとは思ったんだけど、やっぱり腑に落ちなくて。そう思って当然だよ。二人揃ってどうしてそんなひどいことをするんだろう。俺が不甲斐ないから仕方ないかもしれない。そんなことない。さっきも言ったけど、カイト君はすごく優秀なんだから、もっと自信を持った方がいいよ。今日の練習試合、カイト君がいなくなった後は、なかなかゴール決められなくて大変そうだった。ありがとう。多分、いつもと違うメンバーだったから、連携が難しかっただけだよ。もう、なんでそう卑屈なの？素直に褒め言葉を受け取らなかったせいか、あやねは唇を尖らせている。俺はため息を吐いて言う。俺は、あやねが話を聞いてくれたおかげで、気が楽になったからいいんだ。これで終わりだといいけど、しおりはちょっと注意が必要だから、ゆうとのことが心配だな。そうだね。もしかしたら、その人は弟くんのことを好きなものを買ってくれる人くらいにしか、思ってないかも。だよな。ちょっと次に会った時に話してみるか。少なくとも俺はしおりと付き合って後悔した。
どうするかはユートが決めることだが、もし距離を取るならできるだけ早い方がいいだろう。俺は実家住まいだが、ユートはすでに一人暮らしをしている。だから、毎日会っているというわけではない。ユートと話をしようとすると、どこかで会う予定を立てる必要がある。スマホで、しおりの本性についてメッセージを送ってもいいが、文字だと伝わりきらないこともあるだろう。カイト君は昔と変わらないね。え？俺がユートにしおりについてどう伝えるか考えていると、あやねは優しく笑って言う。昔もずっと弟君のことを心配してた。そうだったか？そうだよ。弟は体が弱いから心配だって。弟のことを心配するのは普通だと思うが、あやねの印象に残るほどのことだっただろうか。ま、弟くんの体が弱いことは今は関係ない。弟くんはやったらいけないことをしたんだから、むしろもっと怒ってもいいよ。そうか、けど。だから気に病まない。なんならここで弟くんに怒りの電話かけたって構わないわよ。それはさすがに。じゃあくよくよしない。わかった。あやねの勝ち気なところは相変わらずだ。あやねに元気をもらって、俺はようやく笑うことができた。その後、俺とあやねはよく会うようになった。あやねとは趣味がとてもあって、一緒に話すのがとても楽しかった。どの選手が好きだとか、どのスポーツが好きだとか、学生の頃はどんな部活をやっていたかとか、そういう話題で俺たちは盛り上がった。あやねも体を動かしたり、スポーツ観戦したりするのが好きらしく、会った日からは毎週クラブ活動を見に来た。自分の好きなものの話を聞いてもらったり、同じものを好きになったりすることが、こんなに楽しいことだなんて思ってもみなかった。本当の付き合いとは、こういうものなのかもしれないと、俺は思った。そうして、彼女と一緒に過ごしているうちに、しおりやゆうとの裏切りで負っていた傷も少しずつ癒えてきた。こんな人が俺の彼女だったらよかったのにと思った。すごかったね、宮崎選手のシュート。あんなロングシュート入るんだな。あれを生で観戦できたの俺一生忘れられないよ。週末、俺とあやねは一緒にサッカーの観戦に行っていた。興奮冷めやらないまま帰りに街を歩いていると、目に入った二つの人影。しおりとゆうとだった。ゆうとには、すでにしおりについて話がしたいと連絡していたが、妬んでいるのかと返されるばかりで、一向に取り合ってくれなかった。だから、ゆうとがしおりについてどう思っているのか、何を思ってしおりと付き合い始めたのかは、よくわかっていない。俺とあやねの視線に気づいたのか、しおりとゆうとが振り返る。お、兄さんじゃないか。その人はどうしたんだ？ゆうと。ゆうとは得意げに笑っている。せっかく楽しい気持ちで帰り道を歩いていたのに、よりにもよって彼らに出会ってしまうなんて。新しい彼女か？兄さんが新しく彼女を見つけられるなんて思えないけど。まさか、職業や給料を偽って気を引いたんじゃないだろうな。ゆうと、そんなことを言うのはやめてくれ。そうよ、カイトってば、美味しいイタリアンにも連れてってくれないし、ブランド物の服だって買ってくれないのよ。そんな人はやめておいた方がいいわ。しおりの追い打ちを食らって、俺は黙ってしまう。確かに俺の給料は安いし、しおりの求めるものを買ってやれないのも真実だった。二人に比べると、俺はどうしようもなく情けなくて、反論が全く思い浮かばなくなる。うなだれる俺の前に出たのは、あやねだった。残念ね。見る目がないんじゃないかしら。はあ？あんた誰？カイト君はとてもすごい人なのに、それがわからないなんて、浅はかね。彼のすごいところを一つ一つ言っていった方がいい？高卒で金のない土方のどこがすごいって言うんだ？
こんな学歴と経歴ですごいって言ってもらえるなら、俺は超スーパーエリートってところか。本当にその通りよ。もっと早くにユートに出会えてれば、カイトなんかと付き合わなかったのに。あ、でもユートに出会わせてくれたことだけは感謝してるわ。俺もしおりとの縁を作ってくれたことだけは感謝してるよ、兄さん。さ、行こうしおり。バイバイ。そう言って、しおりとユートは歩いて行ってしまった。彼らの姿が完全に見えなくなってから、俺はあやねに言う。ありがとう。かばってくれなくたってよかったのに。何言ってるのよ。カイト君は優しすぎる。にしても、あんな言い方ないわよね。ユート君って、カイト君の弟でしょ？うん。どうしてあんなことをするのかしら。わからない。昔のユートはあんな風じゃなかったのに。とても真面目で、どちらかというとおとなしくて、人を馬鹿にするようなことなんてしなかった。それなのに、どうしてあんな風に俺を見下すようになってしまったのだろう。それからまた一週間が経つ。今日もあやねと会う日だ。あやねと会う日が、俺の一つの大きな楽しみになっていた。今日こそは、あやねに告白する。あやねと何度も会って喋る中で、あやねへの気持ちは大きくなっていた。だから、付き合ってほしいと何度も伝えようとしていたのだが、俺が気弱なせいで、何度も尻込みし、伝えられないまま今に至る。だが、今日はすでにスマホのメッセージで、伝えたいことがあると送っている。逃げ道はない。すでに胃が痛いが、それでも今日こそはやり遂げるのだ。気持ちを最初に伝えるべきか、最後に伝えるべきか、悶々と考えながら、待ち合わせの店の前に行く。すると、あろうことか、ユートがあやねといた。ユートがあやねの腕を掴んでいるのが目に入って、俺はハッとした。俺と付き合わないか？ユートの言葉を聞いて、しおりを奪われた時と同じような絶望感が俺を襲う。また俺は、ユートに彼女を奪われるのか。そんな最悪の予感が頭をよぎって、俺は立ち尽くしてしまった。俺の方が給料も高いし、君の欲しいものを何でも買ってあげられる。やめて、話して。けれど、あやねが嫌がっているのを見て、俺ははっと我に返った。あやねを守らなければならない。そう思ったら、自然と体が動いていた。やめろ！兄さん！俺が駆け寄ると、ユートがハッとして俺を見る。その拍子に、あやねは手を振り払って、俺のところへ逃げてくる。あやねは、俺の後ろに隠れた。心臓がバクバクと音を立てている。ユートの方が頭が良くて、地位も実績も優秀だ。口喧嘩には勝てたことがなくて、俺はいつも馬鹿にされるばかりだった。それでも、絶対にあやねを守らなければならない。ここだけは、絶対に負けてはならない。そう思って、俺は必死に気持ちを奮い立たせる。どうしてこんなことをするんだ？あやねさんは兄さんにはもったいない。どういう意味だ？兄さんみたいに、高卒で給料も安い男に、あやねさんみたいな素敵な女性を任せられるわけないだろ。俺は確かに学歴も給料もお前にはかなわない。けど、お前みたいにコロコロと彼女を変えたりはしない。勘違いしないでくれ。俺は自分の彼女を軽んじたりはしない。しおりは飽きたと言って、勝手に俺から離れていったから、それを尊重してやっただけだ。その物言い、どう考えても、しおりに対して本気じゃなかっただろ。そんなこと言って、兄さんだって別にしおりに対して本気じゃなかっただろ。それは。だからしおりは兄さんから離れて俺を選んだんじゃないか。俺は黙り込む。確かに俺は、しおりに対して本気ではなかったかもしれない。反論が出てこなくて、俺はぐっと言葉を飲む。だから、あやねさんは俺を選んだ方がいい。俺なら絶対に、あなたのことを幸せにしてあげられる。この、
俺がユウトの胸ぐらを掴んだ瞬間、アヤネがぽつりと言った。お兄さんが、羨ましいのね。え？アヤネの思わぬ言葉に、俺は目を見開く。だって、そんなことがあるだろうか。ユウトは昔からずっと俺より優秀だった。成績も俺よりずっと良くて、有名な大学の建築学部に入って、一級建築士の資格を取った。その末に、俺が勤める建築会社の本社に入り、弟でありながら俺の上司になったんだ。アヤネの言葉に、ユウトは驚いていたが、すぐに反論した。そんなわけないだろう。俺は兄さんより学歴も高いし、給料もずっと上だ。しおりだって俺を選んだ。それなのに、俺が兄さんを羨んでるだって？どこを見ればそう思うんだ？私覚えてる。あなたが兄さんみたいになりたいって言ってたの。ユウトは明らかにうろたえる。アヤネが言ったのは、俺が全く聞いたことのない言葉だった。どういうことだ、アヤネ？私、昔ユウトくんに会って話したことがあるの。あなたずっと公園で遊んでる私たちのこと見てたわよね。それを聞くとユウトは黙り込んだ。最初は声をかけようとしたけど逃げられて、でも何度か声を合わせるうちにユウトくんも逃げずに話してくれるようになってたの。それで話を聞いてみたら、スポーツが得意な兄さんが羨ましいって。そんなこと初めて知った。だってユウトは小さい頃から体が弱くて、家からなかなか出られず、ずっと家で過ごしていたはずだ。それなのに、まさか、家を抜け出してついてきていたのか？ユウト、お前。そうだ。ユウトは観念したように、ぽつりと話し始めた。俺も、父さんみたいに、現場作業員として働きたかったのに、俺は体が弱くて、諦めるしかなかった。父さんが見せてくれた家を、俺も作りたいと言って、設計図を書く真似事しかできなかった。俺の欲しいものを全部持っている兄さんが羨ましかった。ユウト。ユウトが俺に対して異様な執着を持っていたのは、それが理由だったのか。わざわざ俺の勤める会社の本社に就職したのも、しおりやあやねを狙ったのも、今までひどいことをされたが、それでも、ユウトは俺の弟だ。嫌いになれるわけがない。俺はユウトへ手を伸ばす。ごめん、気づいてあげられなくて。ところが、俺の手はユウトに振り払われる。同情なんかするなよ。俺は兄さんを超える。兄さんの持っているものをすべて手に入れてやる。そんなことを言っていられるのは今のうちだ。そう言って、ユウトは走っていなくなってしまった。俺とアヤネはそこに立ち尽くす。俺、兄として失格だな。ユウトがあんなに寂しく思ってたなんて。だからあんなに俺に冷たく当たって。やっぱり、カイト君は優しいね。優しくなんかないよ。俺は、気づいてあげられなかったんだから。でも、ようやくユウト君の気持ちが分かったから、少し進展したんじゃないかな。それと、少しの間は、そっとしておいてあげた方が、いいと思う。俺はうなずいた。ユウトのことは気になったが、連絡をしてみるのは少し先にしようと思う。さて、これで話は終わったことだし、今日私に伝えたいことがあるっていうのは？俺は沈黙する。いろいろありすぎて、すっかり忘れていた。俺が素直な気持ちを伝えると、アヤネは、喜んでと言って、俺の気持ちに応えてくれた。その日、俺とアヤネは、晴れて付き合うことになった。カイト。週末、いつも通りアヤネと待ち合わせしていると、アヤネより先に、なぜかしおりがやってくる。そういえば、しおりはユウトと別れたと言っていたが、なぜ俺の前に現れたのだろう。しおりは色っぽく笑って言う。ねえ、やっぱり私と付き合ってよ。あんな貧相な子より、私の方が可愛くて魅力的でしょ？私と付き合ってたもんね。今更何を言ってるんだ。
私、あなたの気持ちを試してたの。もし私が別の男に取られたらどうするんだろうって。あなた、私がユートと付き合ってショックを受けてたでしょ？ってことは、私のことがまだ好きってこと。めちゃくちゃな理論だな。そんなことないわ。女の子ってそういうものなの。ユートのことはどうするんだ？ああ、ユートのこと？ヘラヘラと笑ってしおりは言う。ユートって体が弱いのね。がっかりだわ。私の目の前でめまいを起こして、しばらく動けなくなって情けなかったわ。情けない。体が弱いユートに対しての心ない言葉を聞いて、俺の中でふつふつと何かが湧き上がる。俺の様子の変化に気づいていないのか、しおりは俺にすり寄ってくる。あんな貧弱な人より私やっぱカイトがいい。だって倒れちゃったらすべて終わりじゃない？介護の人生なんて私まっぴらよ。お前倒れたユートどうしたんだ？え？構うなって言ってたからそのまま放っておいたけど。良識がないどころの話じゃない。胸ぐらをつかみ上げたい気持ちを必死に抑えて俺はしおりを睨む。よくも俺の前にのこのこと顔を出せたな。はあ？なんで私が男の介抱なんてしなくちゃいけないのよ。ユートがどんな思いをしてるかも知らないで、よくもそんな態度を取れたな。ユートはお前のことを好きだって言って、欲しいものも買ってくれたんだろ。そこで俺は初めて、しおりに怒った。俺がここまで声を張り上げたのは初めてだったからか、しおりは目をまん丸にしている。お、男が女に尽くすなんて当然のことじゃない。なんでそんなに怒ってるのよ。お前を好きだって言ってくれた男が苦しんでるのに、それを助けようとは思わなかったのか？何よ、せっかく私がもう一度付き合ってあげるって言ってるのに。あんたみたいな給料の安い土方で我慢してやるって言ってるんだから、ありがたく思いなさい。俺はお前とは二度と付き合わないし、お前の顔なんか見たくない。二度と俺たちに関わるな。俺の気迫に押されたのか、しおりはうろたえて後ずさりする。もういいわ。男ってそうやってすぐ女を脅そうとするんだから。あんたみたいな貧乏どかたなんて別れて正解よ。さっさと私の前から消えなさい。やっぱり、あなたは見る目がないのね。彼を誰だと思ってるの？声を張り上げて喧嘩する俺たちに割って入るように、あやねがやってくる。俺としおりはあやねを見る。しおりは不機嫌な様子であやねに聞く。はあ？どういう意味？私は清水建築会社の社長令嬢。私と結婚して彼にはいつか会社を継いでもらうわ。え？しおりは愕然とする。お父さんにはもう会ってもらったし、了承ももらったからほぼ確定。技術や熱意も申し分ないし、フットサルでの判断力やリーダーシップも経営に活かせそう。何より喧嘩っ早い私の手綱を握ってくれるいい人が見つかったって大喜びだったわ。はあ、もっと早くに再会したかった。何よそれ。これからカイトは社長になるってこと？こんな貧乏どかたが社長になれるわけがないじゃない。あなたみたいなお金にしか目がない人にはわからないでしょうね。でも、私のお父さんが認めたんだから、カイト君の人柄も技術も、あなたが思っている以上に素晴らしいってことよ。残念だったわね。あなたがカイトの良さを分かっていれば、彼はそのうち出世して、いい思いをできたかもしれないのに。カイト、私のことを捨てたりしないわよね。俺はため息を吐く。しおりとは一年ほどは付き合っていたが、もはや情は欠片も残っていなかった。お前みたいな女、別れて正解だったよ。俺の前から早く消えてくれ。その後、俺と綾音は結婚した。お父さんも祝福してくれた。きっと、天国にいる父さんも喜んでくれているだろう。本当は、俺が頑張ってるところ、ちゃんとこの世にいる時に見せてやりたかったんだけどな。私ね、
カイト君と一緒に遊んでたこと、ずっと覚えてたんだ。ん？車で新居へと向かう途中、あやねは突然語り始める。私が誰かと会社を引き継ぐってなった時、喧嘩っ早い私を抑えてくれる人がいいなって思ったの。そう考えた時、私は小さい頃によく遊んだカイト君のことが思い浮かんだ。すごかったよね。私は悪いことしてる人がいるって思ったら、すぐに殴り込みに行っちゃったけど、カイト君はきちんと話を聞いて解決しようとするんだから。すごく優しいなって思ったよ。そんなことあったか？あったあった。それが自然にできちゃうんだから、本当にすごい。実は、フットサルの見学に行ったのも、風の噂で、カイト君があそこでクラブ活動してるって聞いたからなの。へえ。初めて見に行った時は、絶対にカイト君がいいとまでは思ってなかったんだけど、その後、話してたら趣味も合うし、優しくて落ち着いてるところも相変わらずだし、できることなら、カイト君と一緒に会社を継ぎたいなって思ったんだ。あそこで声をかけられたのも、その後食事に行ったのも、全部あやねの思い通りだったのかもしれない。そう考えると、計画的で末恐ろしい妻だ、と思うけれど、あやねと過ごす時間は楽しいし、この結婚に後悔はないから、いいだろう。一方、しおりはその後、付き合っては浮気を繰り返していたらしい。挙句には、妻のいる人に手を出してしまって、慰謝料を請求されているとか、今は慰謝料を代わりに払ってくれる彼氏を探しているらしいが、多分一生見つからないだろうな。ま、俺にはもう関係のないことだ。俺とあやねは新居にたどり着き、車から降りて新居を見上げる。何度見ても素敵な家よね。これからここで過ごすのが楽しみ。本当に綺麗な設計だよな。けど、どこかで見たことがあるのはなんでだろう。当たり前だろ。父さんが建てて見せてくれた家を、今の最先端の技術でアレンジして設計したんだ。ゆうとくん。そこに現れたのはゆうとだった。ゆうとは手を腰に当てて、呆れたように言う。設計に俺を指名するなんて、何かの皮肉かと思ったけど、お前しかいないって言われたから、仕方なくだよ。いろいろとあったが、ゆうとの建築に対する熱意や、父さんへの憧れは変わらなかったようだ。それで、自分にできることは何かを見つめ直したらしく、今は勤めていた会社を辞めて、一級建築士として独立している。その結果、建築デザインのセンスが評判になり、各所から引っ張りだこになっているようだ。そんなゆうとに、忙しいのを重々承知で、新居の設計をしてくれないかと俺は頼んだ。俺の中で一番信頼できる建築士だったからだ。父さんが建てた家をアレンジって、そうだったのか？なんで兄さんまで驚いてるんだ。いや、お前がそこまで考えてくれてるなんて思ってなくて。はぁ、そんなふわふわしてて大丈夫なのか？社長になるなら大学の建築学部だって行かないといけないし、一級建築士の資格も取得しないといけない。兄さんは勉強が苦手なんだから、先が思いやられる。あははは、情けない笑い方して、兄さんが社長にふさわしくなれなかったら、俺が清水建築会社の社長になってやるからな。肝に銘じておくよ。俺は苦笑いしながら言った。皮肉っぽいけど、以前のように見下されてはいない。それに、父さんの建てた家をアレンジして設計したという粋な心意気は、俺たちの結婚を祝福しているからこそ、できたことだろう。俺みたいな高卒は、一生現場作業員でいいかと思ったけど、思わぬ巡り合わせで、俺は建築会社の次期社長として選ばれている。夢を叶えるどころか、夢を大きく超えられる、またとないチャンスだ。このチャンスは、絶対に掴み取るべきだ。勉強は苦手だけど、
あやねや父さんの期待に応えるためにも、努力しなければならない。これから、俺の生活は、あやねと共に、新しい始まりを迎える。父さん、俺はこれからも、もっと立派な建築士を目指して、頑張っていこうと思う。